岡仕掛ける、レイバックエンドワン。東京 Z、 まずはこのタイムアウト明けしっかりと集中したいところ。ボールは高木、そして久岡しっかりとシュートを決めました。久岡ロングツー決まった。アンドレイから、さあ外に展開、早い展開、14番の久岡スリーポイント、トップから決まりました。ここで3ポイントを追加し、長谷川から、あとターンオーバーだ。さあ連続バスケットなるか、1対1、久岡ねじ込んでいく。ノエリアスピンムーブからのアタック、そして久岡のコーナースリー決まった、キャプテンの一発。インサイドアンドレイとしたエキストラパス、キャプテンのスリーポイント、久岡今日1本目の。そしてここはキャプテンの久岡中へ入った、そして最後はパットアンドレイにボールを託してシュートを決めてもらいました。差はなんと42点に広がりました。ゲーム1、高木のコーナースリーどうでしょう、決まりました。東京 Z は山内が入りました。東京 Z、 ここは久岡が抜けていきたいところ、そしてパットアンドレイにボールを渡した、そのパットアンドレイがシュート。ボールは高木、そしてキャプテンの久岡幸太郎、自分で行くかキックアウト、高木スリーポイント。ここは久岡からパットアンドレイスリーポイント、そしてジェレミー・ジョーンズ即シュートを狙っていくがここは決まらず、そしてキャプテンの久岡マスコに託してウイングからスリーポイント。学生の匂いがしますね。ここも奪った、久岡からノエリアダンクショット、越えたます。バートンから久岡マスココーナースリー決まった。栗原へキャプテンの久岡が入っています。アンドレイのクイックスリー、佐賀ということになります。久岡山本がついている、ノエリアアリュープレイ。久岡石谷です、追いかけるピックアンドロール、ダンク決めていった。ルーキーイヤーから東京 Z に所属している高木からキャプテンの久岡トモリがつきます。栗原中をよく見た、バスケットカウント。アタックコールアウト、
コーラーズ。コーラーズコー